池袋雑司ヶ谷にあります。岸母神堂に来てます。何年でも待つよと言ったら、あなたは寂しく微笑みながら、そんなことをしたら不幸になるわ、忘れた方がいいという、ありがとう幸せだったわ、一緒に歩けなくてごめんなさい、暖かい春の日差しの中で熱があるように僕は増えてた。こちらはこの辺では有名な駄菓子屋さんです。老舗です。もう恋などしないと言ったら、あなたはバカねとつぶやきながら、そんなことを言って困らせないで、無邪気な方がいいという、ありがとう幸せだったわ、できればもっと早く会いたかった、にぎやかな街の通りの中で夢を見たように僕は泣いていた。にぎやかな街の通りの中で夢を見たように僕は泣いていた。